スーパーマリオメーカー。はい、どうも。ということで、皆さんどうもこんにちは、モッティです。今日も京都スーパーマリオメーカー実況プレイやっていきたいと思うんですが、今日は皆さんサムネ見ていただけますかでしょうか。再びですね、皆様からのコース募集したいと思います。大変ながらお待たせしました。放送詳細とか動画説明欄読んでない人は完全にスルーしてましたけど、僕は、ね、待ってくれていた皆さんね、この動画欄にですね、ぜひとも皆さんが作ってくれたコースをですね、今から投稿していただきたいと思うわけなんですが、僕からですね3つ条件を提示したいと思います。ぜひともこの3つを守れているコースをぜひとも投稿していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでまず1つ目、ですね、クリア率が 1% を超えているコース、これ重要です。はい、鬼畜コースやりたくないとかじゃございません。僕ね、ちょっとこの、スーパーと多分十何本ぐらいね、視聴者の方からいただいたコースやってきましたけど、採用されてるコースのクリア率多分ご覧になっていただけたら分かると思うんですけど、8割方 1% 超えてると思います。なんで残りの数パーセントは、まあ、0.何%とか 0% のコースもあったと思うんですけど、なんでかっていうと 0% のコースっていうのはそれだけ人に遊ばれてないコースが大半なのでね、その何千回やっていてクリアした人が1人2人とかだと、そういうのはまあありかもしれないですけど、なんでちゃんとみんなのことを考えてね、プレイする人のことを考えて作られてるコースのみ、要はクリア率 1% 以上、 1% に一応しましたけど募集したいと思います。なので自分の遊んだコースが 0% の人は、苦渋を飲んで新しく作り直してください。はい、もって非常にねマリオメーカーでイライラしすぎて頭剥げそうです。はい、2つ目、1人1コース、これは皆さん自分が一番自信あるコースにしてください。1人十何コースも書いてる人いるんですけど、全部見られないし、見てもらった方分かると思うんですけど、本当にいっぱいの方が投稿してくれるんで、もう1人1個、もう自分がこのコースだけはめちゃめちゃ自信あるっていうコースだけよろしくお願いします。はい、でプラスね、もう前回、応募されたというか投稿されたコースはなしね。でそれ以外のコースで新しくこの 1,2 週間の間に作ったコースとかで、募集したいと思いますんで、よろしくお願いします。というのがこれが2つ目ですね。3つ目、この動画の投稿欄だけで募集します。はい、もう何百回と動画中に言ってるんですけど、別の動画の投稿欄、ツイッターのリプライ、 DM、 メール、ニコ生のコメント欄、もうそっちゃかべっちゃかなんて、しっちゃかべっちゃかでもう手に負えないので、この動画の投稿欄、コメント欄以外に投稿されたものは絶対に採用しませんから、よろしくお願いします。以上、この3点ですね。まあ、普通にコース作ってね、ちゃんと僕の日本語が理解してくれる方だったら、あ、そんなもんか、ぐらいな話ですんでね。あ、全然そんな、なんかちょっと、せっかくコース作ったのにちょっとブルブルみたいなこと思ってた人はね、全然安心してね、投稿していただきたいというふうに思いますんで、よろしくお願いします。で、まあ、ぜひともこの投稿欄、コメント欄に募集したコースで、また面白いコースは今まで通りね、実況していきたいなというふうに思ってますんで、ね、ある程度多分厳選されると思うんで、これで、この時短条件で。なんで皆さんもね、このコメント欄にあるコースで実際にちょっと遊んでみてください。はい。ということで、以上よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今日はね、まあ遊びましょう。で、何を今日遊ぼうかと思ったんですけど、やっぱりとにかく鬼畜にすればいいみたいな面がものすごい多かった。ごめん、もう一つ注意、投稿されたコースのうち2割5分ぐらい、 25% ぐらいコース ID 間違ってるんで、ちゃんと確認してください。書く前に2割5分ぐらいコースありませんって書かれてるんで、よろしくお願いします。はい、で、何やろうかって話なんですけど、ちょっとね、ちゃんとプロが作ったマリオメーカーのコースってどういうコースなのか、こういうコースを作ってほしいっていう任天堂の意思はどういうところにあるのかっていう意味を込めて、10人マリオやりたいと思います。はい、これプロが作ったね、任天堂の人が作ったコースですから、ちょっと実際に遊んでみて、あ、こういうところがいいんだ、あ、なるほど、こういうところがいいんだね、みたいなのを、ちょっと皆さんと考えながらね、いいコース、両コースっていうのはこういうコースなんだっていうのを考えてプレイしていきたいなというふうに思います。はい、まあ、要は8面やって10機でいいんですよ。プロの作ったコースだったら。で、10機ありゃクリアできるんですよ。言うてしまえば。それを何百人も何千機も使って、しかもどこに何があるか分かんないみたいなコースは、多分任天堂求めてない。そういうコース出てこないから、多分ね。分かんないけどね。スターでダッシュ。はいはいはい。こういうのはまあまあみんなも作ってくれてね、僕も何回か、実況はしましたけど。撮ってからね。ここよ、まずだから。
分かった。スターでダッシュっていう日本語じゃないですか。でも、海外の人を読めないじゃないですか。だから、ちょっと待たせてもいいんですよ、要は。ね。いや、ちょっと一回死にましたけど。あ、そうか。一回死ぬとあれか、消えるのか。そうか、このモード。理性できねえのか、容易に。要はだから、ある程度ここで待たせて、あ、これで大丈夫なんだなって、スターでダッシュするわけじゃないですか。で、おそらく、そんなに、きつくないでしょ。きつくないでしょ。きつくないでしょ、難易度的にも。あ、きつかった。でもこれでゴールできるわけだよね。要は、スターで、間に合わなくても、キノコ一回死んで、そのままダッシュで、行ってくれればクリアできるコースだし、まあ、もしそれが分からなかったとしても、このぐらいの難易度が2回、3回あればクリアできるでしょっていうところだよね。で、プラスここのコース何がいいかっていうと、同じ敵をバーって置いてるだけじゃなくて、マリオメーカー特有のその大きい敵を配置するクリボーで運んでくれるとか、そういうモードもできますよっていう、そういうところをこう感じ取ってほしいって言って、任天堂は作ってる。だから両コースだと僕は思う。多分普通に、ああ、面白かったです。ありがとうございました。ぐらいの多分テンションで、僕は次のコース行ってると思う。こういうコースは。続いて、だるま落とし。だるま落とし。お。まあ、こうやって重ねられますよと。プラス、のこのこで、要はだるま落としだからこうやって投げればいいですよと。こうやって倒してきますよと。ただ、若干上にいる敵、上に行けば行くほどちょっと敵がきつそうなんで、まあ、そこら辺はうまく、かいかぶりながらやってくださいねと。っていうコースですね。なるほど。これは結構アイデアコースですね。これだけだと、まあ面白くないですよ。言うとちょっと失礼。ここになんかプラス、オリジナリティな要素とか追加していて、ほんのちょっとだけね、ほんのちょっとだけ長めとかにすると、ああ、これ面白いかもしれないみたいなコース多分なる。要はアイデアの種をこうやって落としてくれてるのが任天堂のこの10人マリオ。ってどこだね。どこだね。ちょっと考えるでしょ。なんかなんで簡単かよ、って作った、原作っぽいコースって言ったっけ？ね。クリアしてた人多分みんな多いと思うんですけど、でも一個一個考えていくと実はそういうことがあるわけですよ。で、例えばこれね、このコースは多分まあ3の再現コースで、多分3を作った人は、まあマリオって右左じゃん、左から右じゃんっていう、横スクロールじゃんっていうのを考えた上で、で、じゃあね、左から右ばっかりじゃなくて、右から左のコースも作ってみようやって、多分作ったコースだったと、多分俺は思うわけね。で、例えば、この長靴が、このマリオ3は僕唯一やってないんで わかんないですけど、このコース例えば初めてだとしたら、結構容易にこの長靴履けたじゃないですか。履いた後に、トゲ像とか、いろんなものを置いて、こうやって、あ、この靴の効果っていうのはこういう効果なんだ、なるほど、みたいな。いう感じに設定していく。で、プラス、このワンナップキノコは多分叩きたくなるじゃないですか。これ乗れるっていうのが分かったら。ただそこにワンナップがあるよっていう得点ボーナスがついてくるわけだ。でもパックンとかも踏めちゃうよと。で、この辺は多分、パックンを踏んでなんかしたら取れるんだけど取れないな、みたいな。取れなかった。俺は全然分かんなかったけど、多分そういうことなんだ。これが多分見えてたら多分取れてるんだ、みんなは。っていう感じなんですよ。ね？一個一個意味があるんですよ、ちゃんとアイテムには。で、なんかよくわかんない。多分ここから再現してないんですけど、パワーブロックがあると。パワーブロックを、じゃあなんか適当に やるじゃん。そうするとこうやって壊れて、まあ新しくこの、ね、マリオメーカー特有のこの、でかいのが使えるようになると。で、でかいのを使うことによって、今度多分何かがあるんだよ。で、この辺に孔明とか絶対ないわけじゃん。絶対にないわけじゃん。絶対にないわけじゃん、こういうの、孔明とか。こういう孔明とかないの？面白いところにある孔明とかだったらいいんだよ、別に。わ、孔明あるよ、孔明あるよ、うわー、あったー、うわー、みたいなのは面白いけど、なんかすげえ進んで、ああ、ここまでやっ、1時間ぐらいかかってようやく来たー、いける、あー、みたいな孔明ってすげえイライラするじゃん。多分求めてない。これは何なんだ？ この土管は何なんだ？なんかすごい意味がありそう、この土管。何があるの？これちょっとごめん、わかんない。多分何かしらきっと意味はあるんだろうなっていう気はしますね。上の土管とかもね、結構意味ありげだよね。なんか多分あるんで。なんかあるんで。ワンナップ出てくる。なんかあるんで、きっと。何なんだろう。なんかあるんで、きっとまだ。そこまでは感じてなかった。で、ゴールですよね。っていうことですよ。ちょっとだから、いろいろ考えていくだけでも、ああ、なるほどなっていうギミックがあったりとか、道具の使い方もこういう使い方ができるよっていうのが
言葉で説明しなくても、解説実況なくても伝わるがいいとこと。ジグザグバブルのお城。あ、クソコースですね、これね。あ、これクソコースですね。あ、これクソコースですね、これね。あ、これ俺嫌いなやつですね。クソコースですね。これでも多分ね、任天堂のことだから、多分必勝法があるんだよ。ほら。ほら。走り抜けたら当たんないんだよね。当たんないんだよ。そういう感じにしてくれてるんだよ。これさ、俺前一回やらなかったっけ？なんか見覚えあるんだけど。気のせいか？わかんない。こんなとこにボブルは置いてないわけだよ。あ、やべ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 。やべ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 。多分ね、すごい気遣って作ってくれてるから、こうジャンプしなくてもクリアできるような設定になってるんだよね。で、この短さじゃない。俺はあんまり好きくない。あんま好きくないから、こったんまきって言われ。まあ、まあ、10機あればクリアできる難易度だね。だからまあ許される感か。ブラックパックン。ブラックパックンを模した絵ですよと。模したステージですよと。このスイッチは踏んでいいわけ？踏むと、なるほどね。踏むと、こうね。要は、このコインがいっぱいあって、取れて、ちょ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 。出れるわけだ、要は。すっ先に進めるわけだ。なるほどね。これさ、ちょっと下にさ、ちなみにさ、これ、あるじゃん。あ、なるほど。スイッチを踏むっていうのを気づかせるんだ、これで、要は。コイン取るじゃん。コイン取らせて、要はそのまんま今スイッチ踏まないで下来たとしたら、ここまで来ちゃうわけじゃん。ってなったら、ああ、なんだろう、このコースよくわかんないや、ぴょーんってこう死ぬわけだよ。ね？でも死ぬと、その目の前にゴールがあるから、あ、これじゃダメなんだってことに気づくんですよ、プレイヤーは。ってことは、じゃあ何をしたらいいかってなった時に、え、どうしたらいいんだろうな、って。上登ってみようか、って。あ、だからそれも、見て、だからこれも要は、下行っちゃうじゃん、こんなの。まあ、上行く人もいると思うけど、俺は上から行ったけど。マリオやってるから。下行っちゃって落ちちゃったら、要は、今みたいな現象になっちゃうわけでしょ？一回死にますけど。一回死ぬ余裕があるんで死にますけど。要はこれで上に行かなきゃいけないと。で、プラス、まあこの画面で P スイッチが出てたんで、まあそれで出せれば分かると思うんだけど。で、あ、なるほど、P スイッチ踏むんだと。で、P スイッチ踏むとこれがコインになるんだと。あー、ブロックがコインになるんだと。なるほどなと。で、こういうのが分かったから、じゃあ、要は、こう切り替わるわけじゃん。あ、じゃあ、ってことは、じゃあこうやって踏んで、こうやってダッシュしていけば、あ、なんだ、ゴールまで行けんじゃん、簡単じゃんっていうのが、スイッチの使い方でわかる、プラス、言葉で伝えなくても気づかせるわかるっていうことなんですよ。ね？これマリオ全然わかんない人でもうクリアできるコースじゃないですか。これなんだよね、要は。プロが作るコースっていうのは。別に僕はプロ志向でもなんでもないですよ。そういうところがあるんですよ、このコースの意図は。ただ単に、で、そこにプラス要は、ごめんね、先新しいこと始まったけど。でも、あれをスイッチ置いて並べるだけだと味気ないじゃないですか。だからマリオメーカーっていうのはいろんなブロックが置けたりするから、ちょっとブラックパックンを敵キャラに見立てて、ブラックパックンをこう、ブロックで作ってみましたっていうところで遊び心を表現してるわけですよ。次のコース行っていいですか？ジリジリクッパ行きますよ。キノコね。はい。あ、でもすぐゴールですよと。あ、でもこれはね、割とね、割と、そういう感じ？そういう感じ？要は、じりじり、こう、クッパを攻撃かわしていったらいいですよ、みたいな。あ、これはでもなんか、あ。これはでもあれね、後ろからこう、クッパが追いかけてきたりとかさ、いう面がよくあったから、それの前バージョンではあるよね。でも今のも、弾幕にしてはさ、すごい薄いじゃないですか。ある程度クリアできるし、もしこれでも多分難易度的に難しい人っていうのはいるんですよ。そのために、キノコをちゃんと置いてる、このコースの短さっていう設定なの。っていう、だからクリア率はある程度上がるし、楽しんでくれるし、このコースを飛ばそうって気にはそもそもならない。とこなんじゃないかな。全力解説実況ですよね。怖い、ママ怖い。ママ怖い。で、なんだっけ、このコースは、再現コースなのか？なるほどな。再現コースなのか。あーね。俺嫌いですね、これね。嫌いなやつー。これは俺がなんかあれだな。変な操作したな、今のな。ちょっと横着だったね。
単純に俺がワンワンが嫌い、ワンワンが嫌いっていうだけの話だ、これは。任天堂のせいじゃねえ、俺のせいだろ、強いて言うなら。これ、あ、行きましょうか。まあでも、だからそこまできつすぎないじゃないですか、要は。そんなに、難易度的にさ、これどうしようか。よしよしよし、いった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 。あー、スター出た。原作でもスターだったんじゃない？わかんない。あー、王か。あー、で、これで2回目で要は学習するわけですよ。ね、3回目は叩かないんですよ、本当は。でも叩けるんですよ。これね。どうなの、これ。これでもまあさ、まあありだよね。まあありだよね。このぐらいだったら。そんなに厳しくならないし、やっぱあるんだよね。こういうのぶっ壊したくなるもんな。木の葉見つけて、こういうのぶっ壊したくなるから、で、ぶっ壊したくなるところに、ちょっと隠し、難易度的なのを置いとくと。ね、これがもし、透明ブロックで、例えば、これブロックが全部なかったとするじゃないですか、これ。なかったとして、なかったとして、あ、ちょっとやばいやばい。これ、まあ、なんか、これ1個壊し忘れたけど、これあれね。こすこねたけど、こんな、あ、これで、こうだとして、ここで、はい。まあ一応き、あの、羽取りましたと。羽じゃない、タヌキ取りましたって。なった時に、要は、こういう状態だとしたら、ここにワンナップあったとしても、まず気づかないのよ。目印もないし、求めてないし、でもジャンプさせないし、ここで。敵キャラもいないし。っていう、とこなんだよね。やっぱ大丈夫これ大丈夫なんですか？あ、大丈夫なんです。これさ、どうなんこれ。あ、でも飛んでってくれるのか。一回かわせばいいのか。これも怖いね。まあ、でもこれぐらいだったらさすがに倒せるかっていう感じか。で、まあいいですかね。はい。なるほどね。まあまあまあ、しっかり再現コースではあるけども、遊び心を入れてみたよと。マリオメーカーの、こう、商品の、というか、こう、性能をアピってみましたよっていうコースですね。そう、そういうことですよ。隠しブロックも効率的に使えば、すごくいいんだけど、もう何もわかんないというのはないよねっていう。そこをどう気づかせるかっていうのを思いやってあげるのが、ごめんね、クッパちゃんね。思いやってあげるのが、制作者の優しさなんで、僕がいつも言ってる、あ、この人はクリアさせる意思があるなって、たまに言うじゃないですか。それが僕が言うところのそういうところなんで。この人はクリアさせる意思がなくて、単純にクリア、自分が作ってドヤだなっていうのは、やっぱあんま採用されないのはそういうことなんですね。はい、いきます。クッパちゃん何だって。こういうコースでまたね。 これも、多分、みんなが言わないけど、多分ね、キノコ、やばいし、置いてないと思う。あー、出てるとこ置いてないですよ、多分。出てるとこ置いてないですよ。置いてないですよ。置いて、どうしようかな。出てどうしようかな。で、出て乗る？出て乗るか？あー、クッパちゃん、じゃあね、バイバイ。バイバイ。また来てねー。ファイヤー。割と、だから、いい種はあるよな。あとは、単純に思ったのは、10人マリオを久々にやって、あ、なんかいいアイデアいっぱい落ちてるじゃんってすげえ思った。なんかさ、すごいね、僕もマリオメーカーの実況動画やってて、で、プレイしたりとかしてて、いろんな動画とか見てて、生放送見てて思うのは、やっぱ、鬼畜っていうものにものすごい囚われすぎて、頭がそっち系になりすぎて、そういうコースならいいんだとか、あと全自動マリオならいいんだみたいなの、そっちばっかりに頭いっちゃってるから、なんかいわゆるマリオメーカーを一番最初に発売された時に、思ってたワクワク感というか、なんかそういうものが多分最近作っててないかもなって思うんだ。俺もなんかちょっと思った。やってて。で、そういうところを、まあ、すごい難易度的には全然簡単なんだけど、こうやってちょいちょいチップスとしてアイデアをこう投げてくれるこの10人マリオをやることによって、あ、なんだ、こんなもんでいいんじゃないかなっていうのを改めて確認しながら、あ、これをこううまく応用したらもっとより面白くなるんじゃないかなっていうのを気づかされた。10人マリオ。いや、いい動画になったと思う、俺は。これはね、興味深いね。ニコニコ動画が今度高校作るじゃないですか。教材にしたいレベル。教材にしてもいい動画なんじゃないかなって個人的に思いました。はい。という感じでございました。ということでね、今日はこう、ちょっとお堅い感じになってしまったかもしれないですけど、見てる側からすると頭痛いっていう人もいるかもしれないけど、まあ、この動画は一応そういうね、動画じゃなくて、コース募集
動画ですからね、まあ、ぜひともこのコメント欄に、書いていただきたいと思いますね。はい、改めてね、3つルールですね。必ずクリア、率、クリア率は 1% 以上のコース。プラス、1人1コース。プラス、またキャトルコ。なんだっけ。俺も忘れてしまった。コースの ID 間違えないでね、もうそれは別でしょ。ちゃんとこの動画のコメント欄に書いてねえな。そうそうそうね。この3つ守っていただいて、ぜひとも募集します。まあ、締め切りは特に設けないですけど、締め切るときは、締め切りますって多分この動画の、詳細欄ですか？動画詳細欄に多分一番1行目に書くと思うんで、まあ、そこチェックしてください。はい。ということでございましたので、まあ、ぜひとも楽しいコースをね、募集してますんで、アイデア溢れる、若さ溢れるコースを募集してます。お待ちしてます。じゃあ今日はこの辺で。以上、モッティでした。もうちょっとだけ募集してたコース続きます。はい。おつおつ。